ほらこんにちは。X フラッグの中の人、アニメ担当の DX です。はい、今回もですね、オラゴンチャレンジをやっていきます。が、ちょっと今回のパーティーはですね、特別なものになっております。まず、オラゴン。もちろんアニメに出てきているんですけれども、こちらは第1話の解放の呪文を解くと、アプリ内でね、オラゴンが手に入ります。そして、こちらのね、カムイ。カムイは、アニメ内で影月あきらくんの愛用キャラとしてですね、第5話ですごく活躍しております。そしてフォックスメタル、これ私が使うのはね、神化なんですけれども、こちらは水沢葵ちゃんの愛用キャラですね。はい。そしてフレンド枠でデッドラビッツリミテッド、これはね、若葉みなみちゃんがね愛用するモンスターで、実はなんだっけ、社長令嬢らしいですよ。で、トリンちゃんとリントちゃんって名前らしいです。ではでは、こちらのアニメパーティーでオラゴンチャレンジしていきたいと思います。 GO！ はい、それではこちらのアニメパーティーでダークドラゴンに挑んでいきたいと思います。まずはカムイ。これアニメパーティーだからね、ちょっと適正とかじゃないんですけど、勝ちたい。 GO！ 適正だったかな、ダークドラゴンのはね、一応。はい、うまく勝ちたいっすね。ゴーね。結構カムイとフォックスメタルとデッドラビッツはアニメ内でもね、一緒にね戦うシーンがねあったんですけど、オラゴンはね結構ね、レン君側にいるので一緒に戦うっていうのはあんまり見れてないんじゃないですか。はい。おなんかね、慎重に行かないと、油断すると負けるんですよ、実は。誰が悪いとかじゃなく、私がね、うまければいいんですけど。えい！ドーンって言いますね。これなんか、フォックスメタルに当たった時の音って特別なのかな？なんか、ドーンって言いません？ちょっと当たってみようか。ちょっと今一緒で分かんなかった。でもドゥンって言ってる気がする。ほい。ふう。はい、カメパートですね。皆さん、モンスターアニメ全部見てますかね？モンスターアニメはね、今、14話まで配信されているんですけれども、今ね、春に新章が公開されるので、その準備期間ということで、一旦ね、ちょっとアニメ出してないんですけれども、それまでにね、14話、たくさんね、振り返っていただいて、何かいろいろ気づくことがあるかもしれないので、ね、14話のね、なんかエンディング最後まで見ると、なんか途中でパッて切っちゃうこととかあるじゃないですか。でもね、最後の最後まで見るとまだ知らない情報があるかもしれないですよ。おっとっと、大丈夫かな。あ、これダメージウォール出されたらちょっとまずいわ。とりあえずザクザクっといきましょう。はい。なんかこのフォックスメタルの毒がいいですね。ドクドク効いてますね。いい感じ。はーい。お、オラゴンやるじゃん。よしよしよし。あとはね、これはね、フォックスメタル、デッドラビッツ、カムイ、オラゴン。あと、フェンリル X ですね。は、アニメにね、出てきた、あ、ちょっと間違っちゃった。オリジナルモンスターなんですけれども、それだけじゃなくって、今ね、アプリで活躍しているモンスターたちを、なんか出したいな、みたいなのあるじゃないですか。もう終わっちゃったかな？まだか、2月までだ。ね、今ツイッターで、シャープモンスターアニメ新章で、自分の好きなね、モンスター、進化、神化、重心化とか、詳しく書いてツイートすると、もしかしたらね、
アニメの中に登場するかもしれないので、ぜひぜひ皆さんのツイートでねやってみてください。私はね、義経様にね出てほしいので、義経様とツイートをしております。ほい、神化の方かな。はい、お、とりあえず来れましたね。これさっきね、ここですごいなんかね食らっちゃったんですよ。さっき、ま、なんかね、ちょっとあってなっちゃって。はい。これ油断大敵ですよ。入りたい。ほらほらほら。怖っ、危な。はい。ではね、ザクザクやっていきたいと思います。ゴー。うん、やっぱり、あー怖い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 、うわ危ない。これファーッと取れないでしょ。これどうする。あ、次でね、危なくない。危なかったですね、今ね。これ危ないな、ほんと。危ない。危ろ。これ危ない。えい！これ周りから倒した方がいいのかな？はい、怖っ。よしよしよし、オラゴンちゃんちょっとねここでパパンとね。えい、カムイに当たって、よし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 、あー結構痛い、危ない。そうだな、えい、うん、勝ちたい勝ちたい勝ちたい、本当に危ない。おしよしよしよし、これね2回ね友情コンボ出るのいいですね、カムイね。あった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 、うん、ほい、よし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 、勝ちたい。なんかこれストライクショットも溜まってるし、華麗な勝ち方をしたい。まだですよね。おっとっとっと、オラゴンちゃんまだかな。どうしようどうしよう、行っちゃう、行っちゃいます。これでも他のに当たっちゃうかな。これ下に入りたいな。入れ、オラゴンちゃん。あ、入らなかったけど、まあいっか。うーわー、でもなんかすごいフォックスメタルがいい位置にいるので、リングを張ってガガンと行きたいと思います。Go to hell! お、いいね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 、いいですよ、いいですよ。すごい。いった、危な、やば。あ、危な。え、どうしよう。これ、ストライクちょっと打ってる場合じゃないかも。これ、危な。あ、これ、危ないわ、これ。今、やってる場合じゃないかも。いや、これ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。で、これってどうしたらいいんだろう。いいや、撃っちゃえ撃っちゃえ、えい、ず、あ、やばい、勝っちゃった。カムイのストライクショット見せられなかったけど、勝ったからよかった。勝った。はい、ということで今回オラゴンチャレンジ、アニメのオリジナルモンスター締まりということだったんですけれども、最後ね、デッドラビッツちゃんのストライクショットで見事勝つことができました。こちらのね、デッドラビッツは、デッドラビッツ、あとカムイ、あとは、ガチャ
ってゲットできまして、フォックスメタルはですね、降臨クエストになっております。そしてオラゴンはアニメの中の解放の呪文を解かないとオラゴンをゲットできないので、ぜひねオラゴンゲットしたい方は1話を見てみてください。他にもね、前は、1つ以上ね解放の呪文が隠されているので、そちらを解いてぜひ解放の呪文にチャレンジしてみてください。解放の呪文はですね、3月、31日の23時59分までとなっておりますので、それまでにねぜひねゲットしてみてください。はい、ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。なんかちょっとこのパーティー豪華、ゴー。いいじゃん。ご視聴ありがとうございます。まだモンストアニメ公式チャンネルを登録されていない方は登録をよろしくお願いいたします。またスマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録をお願いいたします。パソコンよりご覧の方はこの画面にある登録ボタンから登録をお願いいたします。そしてモンスト公式チャンネルもよろしくお願いします。ではよろしくお願いします。